着物姿の女性が何やらスマートフォンを操作すると、1台の車がやってきました。お待たせしました。これが加賀市で今日から本格運行が始まったライドシェアです。利用者がアプリで配車を依頼すると、一般住民が自家用車で迎えに来てくれて目的地まで移動できます。深刻なドライバー不足で移動手段の確保が急務ですが、課題解決を急ぐのには訳があります。北陸応援割は、まさに能登半島地震に対しての応援をいただくということでありますが、新幹線が同時にですね、開業するということで、おそらくその相乗効果というのは、我々の想像を絶するくらい大きいものになると思っています。いよいよ今週末に迫る北陸新幹線の敦賀延伸、観光客の大幅な増加が見込まれることもあり、加賀市は対策に迫られてきました。ドライバーとなるには講習の受講などが必要で、すでに14人が登録済み、市は50人程度の登録を目指していて、二次避難している避難者にも利用してもらえればとしています。